火山市電は、ロシア連邦のタタールスタン共和国の首都、火山の路面電車。1899年に開通し、2020年現在は、地下鉄、路線バス、トロリーバスとともにメトロエレクトロトランスによって運営されている。火山市内に鉄道を用いた公共交通機関が登場したのは、 ロシア帝国時代の1875年10月2日から営業運転を開始した馬車鉄道であった。19世紀末には総延長 18.3km5 つの系統を抱える路線網となった一方、同時期にはベルギーの民間事業者が参入する形でより高速の路面電車を建設する計画が起こり、1899年11月18日に 最初の路線が開通した。馬車鉄道が完全に置き換えられたのは、翌1900年12月13日である。第一次世界大戦期には、難民や負傷者の流入により、路面電車の利用客が急激に増加し、1914年から1916年までの、年間利用客はそれまでの1500万人から2100万人に、膨れ上がり、 乗客が屋根にも溢れるほどの混雑ぶりとなった。その結果修理もままならず、さらにロシア内戦による混乱や破壊に巻き込まれた結果、1919年の時点で運用可能な電車はわずか十数量にまで減少した。これらの車両の修復を含めた自然の復旧、近代化が始まったのはソビエト連邦成立後の1920年代以降となった。 ソ連主導の工業化に合わせて、火山市電の路線網は再編、拡張され、1935年時点で存在した7つの系統のうち5つは、ソ連成立後に開通したものであった。これに伴い変電所の増設も実施されたほか、1929年以降は、従来のベルギー製の電車を置き換えるためソ連製の路面電車車両の導入が始まった。 第二次世界大戦の開戦直前には営業キロ7 0トル以上、車両数159両、年間利用客は革命前を遥かに超える7500万人以上となった。大戦中は火山市内唯一の公共交通機関として稼働し、戦後は経済的な混乱も含めて一時的に利用客の減少が見られたが、1950年代初頭には、 再度路面電車網の拡張が始まり、1960年代以降は、従来の二軸車に代わりボギー車の導入が実施された、ほか、路線延伸に合わせた車庫の建設も行われ、市電は火山における重要な交通機関として運用され、続けた。1991年のソビエト連邦の崩壊以降、各都市の路面電車が、財政難やモータリーゼーションの進展により、 路線縮小や廃止に追い込まれる中、火山市電は市内中心部と各地の地域を結ぶ20の系統を有する大規模な路線網を維持し、1999年には市内を囲む全長 30km の環状線が営業運転を開始し、当時世界最長の路面電車系統の一つとなった。また、ロシア連邦各地の鉄道車両メーカーで作られた新型電車の導入も 積極的に行われていた。だが2000年代後半以降、火山市電もモータリーゼーションの影響を受けて、路線網の維持が困難となり、前述した環状線を含む多数の系統が廃止に追い込まれ、車庫も一箇所に集約された。その一方で、残存した路線網については、系統の見直しに加えて、線路や施設、車両の近代化が積極的に行われている。 その一つが、次に述べるライトレール路線である。火山ライトレールの路線図派線は、同年時点の開業予定路線2009年、メトロエレクトロトランスは輸送力増強や高速化に、加え、2013年に、火山で開催されたユニバーシアードの観客輸送を目的に、高規格路面電車を整備することを発表した。1980年代に建設された路線の整備に、加えて、 新規路線の建設も行われ、2012年10月31日に火山ライトレールとして火山東部を走る最初の路線が開通した。路線のほとんどは道路から分離された専用軌道上に付設され高速運転が可能となっており、一部区間に存在する平用軌道でも路面電車優先信号により定時性が確保されている。また、各地の電停には 電車の到着予定時刻を示す案内表示装置が設置され、利便性の向上も図られている。このライトレール開業に合わせて、火山主電発となる連接車が導入され、2013年以降、営業運転に用いられている。2019年には、サニー式電停からの延伸区間が営業運転を開始し、将来的には、火山西部に建設予定の路線と合わせて、 市内を囲む全長3 3トルの環状線、グレート火山リングとなる予定である。2015年に第3系統が廃止されて以降、火山市電では以下の4系統が運行している。ソ連崩壊後の火山市電では、新型車両、特にバリアフリー加速進を兼ねた、超低床電車の導入を積極的に行っており、ロシア連邦の路面電車の中でも、 平均車齢が低いのが特徴である。また、2007年に実施された公共交通網の再編に合わせ、路線バスと路面電車車両の塗装は全車とも赤色単位塗りに統一されている。2020年現在、火山市電で営業運転に使用されている形式は以下の通り。また、ソ連時代に製造された旧型電車。 RVZ-6M2 のうち1両が内装の改造、塗装変更などの工事を受けた上で観光用のテストランカーとして使用されている。ありがとうございます。